こんにちは。今日はですね、7月15日土曜日、今宮崎県に向かってます。で、明日ですね、九州クラス別ボディービル選手権があるんで、前の日から乗り込んで明日は観戦しようと思ってます。で、この体重別のボディービル大会なんですけど、なんと私ですね、65キロ以下、そして70キロ以下、もう2階級制覇してます。なんで、そういう思い入れのある大会なんでですね、明日の観戦がすごい楽しみです。じゃあ、まだまだあと100キロぐらいあるんですけど、居眠りしないように、行ってきます。今、到着しました。今ですね、宿の中に侵入しました。で、ちょっとお部屋に今から入りますよ。侵入しました。わっ、すごい、めちゃくちゃ広いです。めちゃくちゃ広いです。こっちはお風呂がありますよ。あ、なんか我が家のお風呂にすごい似てます。ちょっと肝心の景色をですね、わ、すごい、めちゃくちゃいいです。すごい、ちょっと窓開けますね。窓開けたんですけど、めちゃくちゃ景色いいです。最高です。わあ、これはいい天気いいし。で、今ですね、ちょっと部屋の中でゆっくりして、で、ご飯が今17時で、で、19時からなんですよ。なんでまだちょっと時間あるんで、ちょっと2時間ぐらいゆっくりして、そしてこの施設の中でご飯食べてきます。じゃあ、おやすみなさい。結局ですね、寝てなくて、なんか外とかうろうろしてました。で、浴衣をですね、ちょっとこう着たんですよ。あったんで。でも、これどう見ても女性用みたいな気がするんですけど、でも、もう今そういう垣根とか関係ない時代になっちゃったんで、別にいいかなと思います。で、あと10分でですね、もうご飯の時間なんで、ちょっと今から優勝会場に行ってきます。楽しみです。いよいよ優勝会場に突撃してきますね。どうしようかな、10年ぶりぐらいね。あ、95、ごめんな、ごめんな、乾杯。私飲み物がですね、来てない、来てないんですよ。すいません。はい、今度こそ乾杯。乾杯、ありがとうございます。いや、初めて、そんな今ですね、ご飯食べた後に、皆様と一緒に、部屋で談笑してました。で、さすがにですね、
僕あの今時点でなんと35時間起きてるんで、ちょっと眠くなってきました。で明日も早いんで、ちょっと宮崎初日これにて終了です。で今から寝ますね。おやすみなさい。おはようございます。今日はいよいよ九州クラス別ボディービル選手権大会当日です。で今からですね、ちょっとみんなで朝ごはん食べて、で会場に向かおうと思います。じゃあ食べてきます。いただきます。今朝ごはん食べてきました。めちゃくちゃ美味しかったです。お米が美味しかったです。お米で、この宿ですね、私宮崎県連盟様に泊まらせてもらったんですけど、審査員でも何でもないくせにですね、今後のこう理事長としての勉強のためということで泊まらせてもらったんですよ。で本当に感謝します。ありがとうございます。多分僕の YouTube 見られてないと思うんですけど、素晴らしい宿でした。で今からですね、いよいよ会場に向かうんで、色黒マッチョたちに会ってきますよ。行きます。今会場に着きました。ここ2014年に私初めて大会に出た時がこの会場だったんですけど、それから毎年来てます。これ大好きな会場です。今ですね、会場に入ってきました。でもうすでにですね、色黒マッチョがいっぱいいますよ。私の大好物です。今ですね、ジャッジミーティングとか終わったんで、いよいよ今から大会の開始です。ちょっと応援していきます。みんなを応援していきます。第54回宮崎県男子ボディービル選手権を開催いたします。なお九州沖縄リーダーフロントフォーシュラムさんのところちょっと一回も俺も一回見てみたいですどこジムですか。ジム今ですね、連盟の方が準備してくださった美味しい豪華な弁当を全部食べました。美味しかったです。で午前の部を見てですね、各階級ものすごいレベル高くて見応えのある楽しい大会ですよ。で午後からもちょっと観戦頑張ろうかなと思います。あとですね、お弁当食べて、僕甘いもの好きなんですよね。だからご飯食べた後ってデザート食べないとちょっとダメなんですよ僕。でも甘いものがなかったんで、選手たちカーブアップ用に持ってきてた甘いものを何個かもらって食べました。くださった方ありがとうございます。感謝してます。じゃあ午後からも観戦頑張ります。兄ちゃんもすごくなんていうか俳優さんみたいな、今では分からないけど、いつもですねお世話になってます、マッスルドクター浅見先生です。じゃあ先生、今日ですね、ひときわ目を引いた選手って誰かおられました？全然正直言って期待してなかったんですよ。はい、村岡君ですね。あの村
浦野蘭花選手、75キロ超級の一番左端だった選手です。左から2つ目か、本当に速いですね。あ、もう今日も、まあ、絞りのいい財前君で決まりかなと思いながら、ちょっと鼻くそほじくろうかなと思ってた時、最後のクラスにやっぱり宝物っているんだなと思って、で先ほどちょっとあのファンのミーハーですから、いいねって言って、なんだこのおっさんとも惹かれながら、ここあなた誰って言って言われましたけど、それともこう聞いていったら、お父さんが確か50代かな、僕より一回りちょっと若いぐらいの世代だったと思うんですけど、彼お父さんのシルエットとはちょっと違う、でも力強さを残す、なんていうかトップガンのような、今の若いビルダーって肩はいい、足もいい、シルエットはいい、でも彼の場合はシルエットプラス腕がいい。あ、腕いいですね。腕いいですね、確かに。なんていうかな、クラシックな魅力を持ち合わせてて、顔に、それが、顔が生意気なジャニーズ。生意気ジャニーズ。なんかこう、ちょっとこう、なんか生意気になったジャニーズ。はい、あれがね、やっぱりいいムードを出してましたね。オーバーオール取ってほしいですね。そうですね。午後からのフリーポーズにも。したいです。あのちょっと気取って、はい、ふてぶしてし、あの生意気ジャニーズ、生意気ジャニーズ、はい、大変期待してますね。はい、私も期待してます、彼には。サイドフォー、サイドチェイス、お願いいたします。それと、皆様、観客の方々もまた、選手の応援にですね、来年再来年ずっと、来ていただけることを願って、閉会の挨拶と返させていただきます。ありがとうございました。今ですね、全ての大会が終わって、全ての大会というか、宮崎さん、お疲れ様でした。いや、もうあのちょっと長年山崎さんのお体見てきて、もう最高でした今日が。いや本当に、あの前パンツ黒じゃなかったですよね。あ、前黒でした。今ですね、全てのプログラムが終わって、ちょっと帰ろうと思います。で、私ですね、今日全ての階級見て思ったのはですね、私もあの九州のボディービルの大会って10年以上ずっと観戦してるんですよ。で、そうするとですね、例えばその10代だった選手がもう今30歳とかになって、体が全然違うんですよね。だからそういった成長をですね、間近でっていうか、でも、まあ、1年に1回なんですけど、それでもですね、年々成長していってるな、この選手とかっていう、そういうのがですね、ものすごく楽しいです。まあ、来年さらに、あ、去年より成長されてるなとかって思うことができればなと思いますし、きっとそうなるだろうと思ってます。で、今からですね、私家に帰るんで、ちょっと事故らないように気をつけて帰ります。じゃあ、ありがとうございました。